おはようございます。一ノ瀬はじめです。今日は日曜日、さすがにちょっと家に引きこもりすぎて家族のイライラが溜まってますので、喫茶店のモーニング、もうすぐね、もう昼と朝の、中間ぐらいだけどね、もう10時ぐらいになっちゃったんで、モーニングセットをいただきたいと思います。それでは行ってきます。モーニングセットのコロッケバーガーいただきます。いただきます。これがうまいんだ。きつい出来たてだからね。ちょっと足りなかった、ゲップが出るちょっと足りなかったので追加のサンドイッチ。かわいいね、父ちゃんの指と比べると。あ、ま、父ちゃんの指がでかいから分かんない。カシオの長いで、ね、分かんない。ミニミニサイズ。いただきます。どうぞ。母ちゃんの要望で昼からは焼肉やるので、今火起こしタイム。もうだいぶ映ってねえな。もうじき火が、もうこれほぼ火がついてんだけどね。なんか、あ、炎上がってきたよ。ほら。いい感じ。本日は着火剤なしで挑んでおります。はい、本日のお肉、これ何？これ何だろう。なんか安い特売買って。で、こっちがホルモン。うん、で、こっちが父ちゃんのハラミ。ハラミじゃん。味付け。味付け。ね。はい、1枚目。いい感じの火加減です。ね、そういうの。はい、焼けてまいりました。めっちゃうまそう。 いい感じで取れております。脂身がこういうのがいいね、外ほんのりね。あ、外に出ずに自宅で焼き肉美味しくしております。まあモーニングはいたけどね。あーっと言っちゃうね、そんなこと。だって取ったのさ。あただの塩味の。あ、塩味もなかった。何もなしか。怖かった。あの、火があると怖いって感じ。あ、それではいただきます。でかいな。うん、うまい。あ、大丈夫。うん、あ、よかった。激安の肉だから大丈夫かしらと思って。うまい、うまい。うん、そう。いただきます。はい、ホルモンでかなりやばいことになった。あ、ホルモン焦げた。どうしよう、どうしよう。そしてこの肉、一番安い。こいつね、こいつ。これ。ちょっとね、安すぎてね、やばいよ。ね、子供たち食べたらね、そう、あの、つなが、糸、喉で。でかいくも、でかいくも、でかいくも、でかいくも。でかいくも。くもはいいんだよ。糸喉で繋がって、おえってなるやつ、ね。おえってなるやつ。大人でもやばい。やばかったね、だけ、うん。ちょっと、切り込み入れないとね。切り場所に行ったもんね。うん。そして、油に飽きたら、キムチでさっぱり。母ちゃんはキムチじゃなくて、こっちのね、梅干しでさっぱり。梅干しね。あー、いい、うん。日本人っていいわ。箸休めね。さあ、安い肉やっと食べ終わって、ちょっといい方の肉に変わります。ね、あれはきつかった。きつかったね。うん、本当に私、肉好きな私があれだけきついってやばいよ。さあ、美味しい方のお肉が焼けました。とりあえず、これはね、塩だけでね、塩コショウだけでね、いきたいと思います。いただきます。あ、全然違う。柔らかさが全然違う。よかった、よかった。先に食べたら心が死ぬとか。うん。タレ肉、豆乳。ちょっと肉見たらちょっと嫌な予感がする。牡蠣の安い肉の気がする。ねえ、なんかそんな、ね、タレつけてる激ヤバだってね。激ヤバ本当かな。はい、タレ付き肉が焼けてきましたよ。めっちゃすげえ匂いするな。カージでーす。はい、母ちゃんが取るそばから横からかすめ取ります。いただきます。うん、大丈夫。さっきの買ったそうな肉だったけど、まあ、なんとか。タレにつけたらなんとか。うん、なんとか。柔らかい。ほんとに？うん。父ちゃんが食ったとこないだけかもしれないけど。もう一個？うん。じゃあこれいただきます。赤っ。赤い。赤いね。うん。はい。ほんとだね。はい、夜になりました。ちょっと今、ダッシュして息が上がっております。いつものね、軽トラで回ってくるチャルメラのね、ラーメン屋さんが来たので、みんなでダッシュで追いかけました。それでは、この、メインゲームプレイがそろったのに、母ちゃんはお手洗いしててね。父ちゃん、ラーメン来たーって。追いかける必要なかったのに。そっからダッシュ。すごいね。それでは、ダッシュで獲得したラーメンいただきます。父ちゃんがケーキ買ってきてくれました。夜のおやついただきます。母ちゃんが買ってきてくれたデザート美味しくいただきました。それでね、今日はね、さっき6
ックボトムポッドキャストのチャーリーさんにちょっといろいろ相談してたんですけど、僕のこのデスクトップね、周りにスピーカーがないんですよね。で、今どうしてるかというと、このモニターにスピーカーがついてるので、ディスプレイポートケーブルっていうのかな ?DP ケーブル。あれで PC と繋がってて、で、こっから音が出てるんですね。せっかくね、このオーディオインターフェースがあるんですけど、こいつを使おうと思うと、今このケーブルはね、ここのヘッドフォンアウトからずっとこれ、まあヘッドフォンに繋がってるんだけど、これを被って、でね、このマイクはね、これ一本しかないので、このマイクから入力して、音声をこうヘッドフォンで聞きながら相手のね、こっちで喋るという形でやってるんですけど、僕ね、ヘッドフォンずっと被ってると疲れるんですよね。被ってるとかつけてるというかな。そうなると結構なストレスになってくるので、このね、裏側、ちょっと裏に回ってみますね。ここね、この赤白の線、これがね、スピーカーアウトのケーブルなんですけど、これで本来スピーカーにつなげば、このね、オーディオインターフェースからイヤホンもスピーカーも出せる格好になってるんですが、今ですね、このケーブルどこにつながってるかというと、ここね、ここ、モニターのオーディオインにつながってるんですね。そうすると、モニターがスピーカー代わりになって、このオーディオインターフェースから出力された音声が、ここのオーディオインに入って、モニターから音声が出るようになるわけです。でね、今の仕様でこのスピーカーから音が出る、スピーカーというかこのモニターのスピーカーから音が出るようになるわけです。そうすると、今ね、これ、チャーリーさんにいろいろ教えてもらって、設定は終了してて、もう音が出るようにもなったんですが、はっきり言ってこれ、全くね、聞き取れないぐらいの音量しか、これね、ボリューム今、マックスになってるんだけど、最大までね、こうひねってあるんですけど、編集しててもね、聞き取れないぐらいの音しか出ないんで、ちょっとね、実際この形で運用するのは難しい。なので、スピーカーを用意するか、どうするか、今まで通りの運用にするか悩むところで、どうするかまだ定まっておりません。なのでね、今はまあオーディオインターフェース使うならヘッドフォンを使って音を聞き取るしかないんですけど、まあ、どっちにするか今後決めていきたいと思います。それではちなみにどれぐらい音の違いがあるのかちょっと見ていただきましょうかね。今日の編集してるクリップがこちらになりますが、まあ、一番最初のクリップね、これを選んでみましょう。それでは再生してみます。おはようございます、一ノ瀬はじめです。今日は日曜日、さすがにちょっと家に引きこもりすぎて家族のイライラが溜まってますので、喫茶店のモーニング、もうすぐね、昼と朝の、ま、中間ぐらいだけどね、もう10時ぐらいになっちゃったんで、モーニングセットいただきたいと思います。それでは行ってみます。はい、これが一番最初のクリップですね、今日の。今のボリュームを覚えておいてください。それではね、ここのスピーカーからサウンドの設定を開いて、今ね、タスカムのミニスタジオが選択されています。これだけだとね、ちょっとまだ設定が足りなくて、こっちのサウンドコントロールパネルを開いて、で、ここで今ね、こいつがね、今準備完了になっていますが、こいつをね、一旦無効化します。そうするとね、DP ポートからの音声の入力がこいつ無効化されるので、残ってるのがね、このタスカムのミニスタジオのみになるので、タスカムのミニスタジオから音が出ます。で、今ね、このオーディオインターフェースの電源を入れたので、ここから音が出るはずです。それでは、行ってみましょう。はい、こんなに音が違うんですね。いかがでしょうか。使えませんよね。
それではね、今日はこんなところで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。And I start to clap, 'cause I'm feeling good. My room is empty.